大島は、道の区安中央の夏泊半島突端部、夏泊先の沖にある島。全島が、平内町に属する。島の北端には、道の区大島灯台があるほか、釣りスポットしても人気がある。道の区安の中央部に突き出た夏白半島の先端部、夏泊先から北西に、約180メートル内市200メートル沖に位置する。形状は、体形または、 ほぼ楕円形で、周囲は約3キロメートル。島の中央部は丘陵をなし、標高は7 3ル。かつては夏泊半島とはさすれつながっていて、干潮時には徒歩で渡れたという。近年になって侵食が再開し、夏泊まり先と切り離された。面積は0.20平方キロメートルないし0.16平方キロメートル。 道の区湾に突き出た先端部にあたる島の北側は第三期の火山に由来するデーサイトでできていて特に西海岸は中上節理がよく発達し切り立った絶壁となっているこの島北側の中央部は馬の施錠の丘陵で芝生に覆われた草地になっていて目立つ樹木はない一方島の南側は血岩が主体である岩は開化石を含み 海底の堆積地層が隆起したことがわかる。北部と違いこちらは柏などからなる紅葉樹林に覆われ、ところどころに黒松が混じる。江戸時代初期の商法2年に作られた国江図には、夏泊半島の夏泊先を大間先と記し、その先に大島が描かれている。この辺りの海岸には、大間村という小集落があり、声園などによって、生計を立てていたという。 しかし時期は不明だが、この村は廃村となった。明治時代の地図には、大島は大間島と記されている。教皇四年、大間騎兵という人物を中心にして、海上安全祈願のため大島の北端に、微在天を採取した。これは、弁天宮として今も祀られている。1950年代まで、島北部の草地では、牛や馬の放牧が行われていた。 青森県が編纂した津軽俗説船には、大島が平内七不思議の一つ、田沢の鹿島として掲載され、在地の帰還を伝える。田沢は平内町の前身、東津軽郡中平内村を構成した里の一つ。江戸時代の大間村は田沢村の子孫であった。この伝承では、この島を、外が浜のあやかし島といい、天候や時間によって、 島の姿の大小遠近、濃淡が異なって見えるとされる。住民は島の姿を観天望起に用いたという。島の北端には1949年に転灯を開始した道の区大島灯台がある。高さ9.7メートル、明かり室は単線発光で毎7秒に1先行。光立ち距離は7.5回り、無人灯台である。 夏泊まり先との差すにはコンクリート橋が架橋されており、看満を問わず島との往来が可能である。1960年代には船底をガラス張りにした水中観光船が運航され観光客を集めた。近年も東大直下の岩場は釣りスポットとして人気がある。ありがとうございます。